that I've never seen. I love it how you love me electric. 福岡を中心に九州の魅力を発信するラッセチャンネル編集部が体当たりで挑むリアル体験レポート。綺麗になりたいと願う女性たちにおすすめの美容情報を動画でお伝えしていきます。今回取材に伺ったのは今話題のセルフホワイトニングサロン、ホワイトニングカフェ熊本店。2022年3月シャワー通りにオープンしたサロンで、ラッセ特派員のアサリアリサが実際に体験しに行ってきました。サロン内はシンプルで清潔感がありますね。ホワイトニングを行う個室が3部屋あって、キッズスペースも完備されていました。いらっしゃいませ。こちらホワイトニングカフェのスタッフさん、セルフホワイトニングとはどんなものなのか、本当に白くなるのか、痛くないのか、ちょっと不安な私の質問攻めにも優しく丁寧に説明してくれました。セルフホワイトニングとは簡単に言うと、歯の内部を治療して白くする歯医者のホワイトニングではなく、歯の表面についた汚れを落としてきれいにするということなんですね。歯に付着する黄ばみの原因を教えてもらったんですが、食生活も関係していて、特に色が濃い食べ物は汚れがこびりつくとなかなか歯磨きでは落とせないそうです。カレー、コーヒー、ワインなど私の大好きなものが多くてビクビクしていました。歯のトーンチェックをして目指すべき色を決めたら、その色になる最適なプランを提案してくれました。この日は2回分を行うことに決定。まずホワイトニングカフェが独自開発した歯磨き粉で汚れを落としていきます。その後唇ケアのワセリンを塗ってマウスオープナーを装着。大開口。こんなむき出しに口を開けることがなかなかないので少し笑っちゃいました。ということでいざホワイトニング開始。次にじんわり温かい LED 照射とホワイトニング溶液の酸化チタンが反応することで歯の表面の汚れが浮き出てくるそうです。1回30分で終わるので、街中で働いている方とかは昼休憩中にサクッと来れそうですね。施術中は両手が空いているのでスマホを触ったりもできて、暇だなってことはありませんでした。痛みなども特になく、本当にただ寝ているだけみたいな感覚です。1回目の照射が終わったら、表面に浮き上がった汚れをうがいで流し、きれいに歯を磨きます。そしてなんと1回目ですでに4つもトーンアップしていました。これには思わずにっこり。だってこれまだ1回目ですもん。追い打ちをかけるように2回目の照射に突入。1回目と同じく16分間照射していきます。今回は2回分でしたが、1回からお試しできます。照射時間が長いと汚れの分解も早まるので白くなりやすいとのことでした。そして2回目が終わり、ドキドキのトーンチェック。なんと施術前と比較して6つもトーンアップしていました。
正直ここまで変化するとは思っていなかったので本当に驚きました。こうやって何度かセルフホワイトニングを繰り返すことで徐々に歯本来の白さに戻っていくそうです。私は今回6つもトーンアップしましたが、皆さん通常でも4つは上がる方が多いそうです。ちなみに気になるセルフホワイトニングのお値段ですが、1回4980円から始めることができます。これならお試し感覚でいいですよね。お得な回数券や額割もあるみたいですよ。初回のカウンセリングでどの程度の白さを目指したいかによって最適な通い方を相談しながら決めていけるようなので、ぜひ気軽に訪れてみてください。自宅でのホームケアとサロンでのケアを両方行うことで最大限の効果を発揮するそうで、ダブルホワイトニングという独自製法のケアも教えてもらいました。ちなみにセルフホワイトニングは歯医者さんとは違って飲食制限がないので、そのまま街中でランチやディナーも楽しめますよ。ということで体験取材は以上。今回の体験取材で感じたんですが、歯が白くなるとなぜかとっても気分が良くなります。改めて自然な白い歯って清潔感があって印象がすごく良くなるなと感じました。嬉しくて鏡を見るたびに思わず歯をニッと見せて笑ってしまうほど。皆さんもぜひホワイトニングカフェで綺麗な白い歯を手に入れてください。皆さんもホワイトニングしてみてください。お待ちしております。